FIFA U20 ワールドカップ、U17 ワールドカップという2つの大会があった2023年が終わり、例年同様に年をまたいで全国高校サッカー選手権大会が開催されている。次世代の日本サッカーを牽引するのは誰なのか。今後のさらなる飛躍が期待される10代の日本人選手を紹介する。MF、橋本陸と、橋本、陸と、生年月日、2005年4月2日、18歳。所属クラブ、YSCC 横浜、東京ヴェルディの橋本陸とは、2021年2月28日の J2 リーグ開幕節に出場し、15歳10ヶ月26日で J リーグデビューを果たした。これは久保建英、森本孝行に次ぐ年少記録で、J2 史上最年少。この時橋本はまだ中学生だった。バングラディッシュ人の父と日本人の母を持ち、小学生年代から東京ヴェルディの育成組織でプレーする。飛び級で同ジュニアユース、ユースとカテゴリーを上げ、中学卒業を待たずに J リーグデビュー。その約1ヶ月後にはユース所属ながらプロ契約を結んでいる。相手を置き去りにするスピードと切れ味鋭いドリブルが持ち味で、左足から放たれる強烈な一撃も魅力だ。ポテンシャルの高さに疑いの余地はないが、まだ発展途上で怪我も多い。今季は公式戦で出場機会がなく、夏に YSCC。横浜へ期限付き移籍して J3 リーグで7試合に出場した。19歳となる今季は高卒選手と同い年で、今後のキャリアを左右するシーズンになるかもしれない。